自由に生きて、自由に恋愛して、目いっぱい幸せな毎日を送ってください。はい、ミッキー、どうもです。今回は一生独身って幸せなん、それとも不幸せなんについてお伝えします。僕がこれまで1万人以上の婚活サポートしてきて思うのが、この人は結婚しない方が幸せになりそうやなって人たちが一定数おるってこと。よくよく話聞いてみるとさ、そういう人たちってめっちゃ結婚したいわけではなくて、一生独身が怖いから結婚しようかなみたいな感じに考えて結婚相談所に来はるねんな。それか子供は欲しいし幸せな家族に憧れるとか言いながら、自分のために使う時間とかお金を削る覚悟がない人な。婚活のサポートしている僕が言うのもなんやけど、今の世の中は一生独身を選んでも全然幸せになれるね。ということで、結婚相談所が本音で語る独身の方が幸せな理由について詳しくお伝えしていきます。独身を貫く人が増えている、男女限らずな。一生結婚するつもりはないと答えている男女が増えてるのな。一生独身の人が今は全然珍しくないんやな。男性では 83%、 女性では 88% の人が独身生活にめちゃめちゃメリットがあるって答えてんねん。実際に僕も婚活のサポートを長年やってきてる中で、結婚して素晴らしいことってそりゃたくさんあるけれど、人によっては結婚しないっていう選択もありやと思ってる。じゃあ具体的に独身のメリットってなんやねんって話をしていくな。一生独身5つのメリット。1、キャリアを積める。男の人も女の人も関係なく、仕事って生活の上でかなり大きな部分を占めてるよな。独身やと仕事に集中できるし、キャリアを積み上げやすいよな。でも結婚したらどうやろ。正直なところ、まだまだ日本では産休育休から戻って女性が働くことへの理解度や環境が整ってないよな。女性が結婚すると積み上げてきたキャリアが一気に崩れる可能性が高い。男性が育休を取ることへの理解もまだまだ低いやん。そういう意味では独身やったら計画通りにきちんとキャリアを積み重ねていけるね。産休育休に限らずやな、独身時代ってやっぱり仕事に全力投球できるやんか。結婚してたらそういうわけにはいかんわ。夫婦の時間や子供との時間は絶対確保しなあかんから、自分のやりたい仕事に没頭したいんやったら独身の方がいいと思います。お金を自由に使える。独身の大きなメリットの中でもお金を自由に使えるってのは大きいわな。実は結婚すると決めた途端からお金ってめっちゃめっちゃ出ていくねん。今は減ってきたけど、結納や両家顔合わせでお金はかかるし、婚約日は結婚日は結婚式に披露宴新居などなど、正直最初は出ていくばっかりや。結婚した直後は2人分の給料が収入になるから増えんねんけどな。子供が生まれたり家買ったりすると徐々に大変になってくる。子供が成長するにつれてさらにお金が必要になってくるし、そうなると将来的なお金の不安はどんどん大きくなる一方やん。そのことで夫婦仲がギクシャクしたりもするねん。将来を見据えた貯金が必要やな。そりゃ奥さんに月の小遣い2万円とか3万円とかに決められたりするかな。独身の場合はそういうこと一切ないぞ。既婚者から見たら羨ましい限り。独身やったら自分の目の届く範囲でお金の管理できるしさ、自分の今や将来のためにお金をバンバン使っていけるんやな。3つ目、人間関係が自由。一生独身の3つ目のメリットは人間関係が自由ってところやな。結婚相手の実家とのしがらみとかあらへんからな。年末や盆の過ごし方もノーストレスでめっちゃ楽や。楽しさオンリーの長い休みは幸せや。実家に帰ることがストレスになってる夫婦って多いねん。子供の関係でイケスかママ友とのお付き合いせんでいいし、仕事の人間関係が嫌やったら最後の手段で仕事を辞めることもできるやん。独身の強みやこれ。時間たっぷり使えるから新しい交友関係も作りやすいねんな。自分が心地いいと思う人間関係だけで生きていくことも可能や。恋愛関係も自由っていうのも独身の大きなメリットやな。
常に新しい出会いを楽しめるし、だからこそいつまでも若々しくいれる部分もあるな。大好きな人とだけ付き合えるっていうのはメンタル的にも超健康的。趣味を自由に楽しめる。独身の時は自分の好きなことを好きなだけできるやんな。趣味って言ってもいろいろあるけど、大人になってからも続けている趣味ってやっぱりお金もかかってくるやん。時間も取られるやん。基本はその人が大好きなことやからさ、できることなら徹底的に集中してやりたくなるやろ。だがしかし、結婚したらそういうわけにはいかんよ。ある程度の年齢になったら趣味に全力をかけてる人って変わり者と思われることも多いな。そういうことも含めて趣味に全力をかけられるのは独身時代ならではの強み。気楽。独身生活が気楽というよりは、結婚したら責任が出てくるから全てにおいて気楽な生活ではなくなるね。自由気ままの独身時代の生活とは180度変わるよ。常に夫婦で一緒に生活するわけやから、どれだけ仲良しでもちょっとは気遣い必要になるやんか。相手に心配かけないようにしなあかんとか、将来のことも考えないといかんとかな。独身時代の自分のことは全部一人で決めたらよかったことが、家族のことを考えなあかんし、相談しながら行動せなあかんようになるね。大変よそりゃ。チャレンジできる。最近は女性も自分の成長のために自己投資する人も増えてるよな。昔からやりたかった夢とか新規事業を起こしたいとかも、独り身の方がチャレンジしやすいわ。無謀と思われるようなことやったらなおさら結婚する前にやっておいた方がええよ。絶対に失敗できひんとかのプレッシャーも半端ないよ。結婚してたらやっぱり大きなチャレンジをしやすいのは独身やな。まとめ。独身時代のメリット6つ。 1. キャリアを積める。 2. お金を自由に使える。 3. 人間関係が自由。 4. 趣味を自由に楽しめる。 5. 気楽。 6. チャレンジできる。独身はやっぱり自分だけで責任取ったらええからな。選択できる自由度が高いわ。全部自分で選択したらええんやから、後悔すること少ないし、好きなことを追求しやすい。僕は結婚相談所の婚活を進めてる立場やし、結婚はええで、結婚はええもんやで、結婚は最高やでと本気で思ってるけどな。人ってそれぞれ性格や個性があるし、出会いの縁とかタイミングとかいろいろな要素が関わってくるやんか。一概にみんながみんな結婚するべきやとはほんまに思わへんのよ。このチャンネルでは何度も言ってるけれども、婚活を一生懸命頑張った上で結婚しないっていう選択もありやねん。結婚相談所で婚活して、あ、私結婚には向いてないわって思う人も実際にいっぱいおるねんな。漠然と結婚ってどうなんやろ、いい人がおったらそれは結婚したいけどと頭で考えてるのと、実際に現実的に婚活してみて結婚に真正面から向き合うのとでは考え方も変わってくるからな。だから真剣に婚活をしてから結婚しないという選択をすることを何ら後ろめたく感じることはないねん。良いカウンセラーを探そう。いいカウンセラーやったらちゃんとあなたに向き合っていろいろな悩みを相談しながらサポートしてくれるわ。反対に良くないカウンセラーはな、早く結婚させようって頑張りよるからな。結婚したらなんとかなるわよとか、最初はそういうものよとか、みんな我慢してるわよとか、なんとかな、アホかっちゅうね。人の人生を何やと思ってんねやろな、あいつら。あなたが真剣に婚活を始めようと思うときはな、絶対にいいカウンセラーのいる結婚相談所に入ってほしいね。そこで頑張ってほしいね。独身が悪ではないし、結婚が正義でもないわけ。結婚が勝ち組っていう概念はもう崩れてるわけ。一生独身でいくって選んだ人で、仕事的にも金銭的にもメンタル的にも余裕を持って毎日幸せに過ごしてる人がたくさんいるのが現実です。まずは自分。そもそもな、僕が伝えたいのはさ、結婚したら結婚相手が幸せにしてくれるんかって話よ。安定した生活をしたいから結婚したいっていう人もいるけどさ、生活を安定するために結婚したいんやったら自分のキャリアを磨いて年収アップさせる方が早いと思うね。これだけ便利な世の中になってんねんからさ、今までの常識にとらわれずにな、自分に合った、あなたに合った、あなたらしい幸せを探すのもええと思うぞ。
その結果な、結婚があってもいいし、独身があってもいいんやと思う。独身やったら恋愛もたくさんできるしな、楽しいやんか。自由に生きて、自由に恋愛して、目いっぱい幸せな毎日を送ってください。はい、今回は一生独身で幸せなん、それとも不幸せなんをお伝えしました。今回の動画が役に立ったなら、チャンネル登録と高評価お願いします。今後もバンバン頑張っていきますので、じゃあね、バイバーイ。結婚してるんやったら夫婦間で恋愛をしてください。バイバーイ。じゃあねー。